One, two, three. すれ違う時の中であなたと巡り会えた不思議ね願った奇跡がこんなにもそう超シンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね、このメロディ。歌難しいですよ本当にね。歌のメロディーラインとタイミングはね、これは相当聞き込んでね、がっちり歌をつかみ取ってからこの4つ弾きでもね、かなりこの難易度は高いと思うんですけど、ぜひぜひ取り組んでいただければと思います。で、後半のかっこいいバージョンはコードとかもかなり変わってきますんでね、今のはもうコードもなるべく簡単にしたバージョンですね。まずはここから取り組んでいきましょう。で、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレイルオリジナルショートカットアレンジになってまして、本当はね、ミーシャさんバージョンだと最後サビの繰り返しで転調ってコードが上がるんですけど、ガズレレではもうなるべく簡単にしていますんで、転調なしのバージョンで、で、フルコーラスでやりたいなと思った方はですね、今のやったシンプル簡単バージョンのコード進行一緒ですんで、やってないところをこうコード書き出して、歌詞を書き出してオリジナルの楽譜を完成させるのがいいと思います。そして今のガズレレバージョンでゆっくりガズレレ YouTube と一緒にできた方、次のステップは今度はご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。YouTube と一緒じゃなくてご自身だけでね、その時の練習の時にね、やっぱり紙とか楽譜とか見ながらやった方が
がいいと思うんですけど、それをね、書いたらいいじゃないですかということで、ガズはですね、いつもこの画面にこのガズの、このノートを見ていつも演奏してるんですけど、これをシェアしてるんですけど、今このサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このエブリティングを含む、ガズが今まで取り溜めてきた膨大な曲のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがやりたいな、興味あるな、面白そうと思った曲を選んでダウンロードして練習できるという画期的なサービスです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。はい。Everything 2021年改訂版。はい。ここから歌から始まっていきますが、ここのいつもくるっと囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンでここのコード弾きますということで、ここはちょっと難しいっていうかね、キメが入るというような感じでやってますね。なのでそこをちょっと認識しておいてください。この、こういうところもですね、これ矢印ですけどね、後で解説していきますけど、これ上の段を今やったのはシンプル簡単バージョンです。パッと映していくんで一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止して書いていただくか、あとはガズクラブでこの楽譜をダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。はい。こんな感じになってましてですね。はい、スイスイってこんな感じ。はい。で、ここのサビがね、ここがね、なかなかこのね、熱いサビでございます。で、ここ書いてます。ここね、ここもいろいろ書いてありますけど、これ簡単バージョンは今シンプルに弾いただけですからね。これかっこいいバージョンではいろいろここ書いてありますけれども。はい。そしてこれ構成なんですけど、これガズレレオリジナルです。これバーっと1番からこうやって B メロやってサビやって、もうサビ。最後のサビを繰り返して、そしてまたサビ1へ戻る。ここにまたサビ1戻って、最後サビ1繰り返し終わったら、今度ここのラストのところを来て、ここで終わったというのがガズレレオリジナルの、アレンジになっております。でね、ちょっと今日こんな感じで場所がね、もうギュウギュウ詰めになっちゃったんで、コードのちょっと解説を今からするんですけど、ちょっと見てください。今映ってるこれね。これが出てくるコードです。ここに書いてあるけど、ガズレレ必須コード全員集合なんですよ、これ。読んでいきます。C と C7、A マイナーと、F と D マイナー、D7、A7、G7、E7、E マイナー、7ということで、これ10個ここに、このね、書いてあるんです。これはですね、いつも出てくるこのガズレレ必須コード、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してます。この動画絶対見た方がいいですよ。コード覚えてない方。ここにリンク貼っておきますんで、ここでお勉強してください。今日は10個ですからね、コードはいっぱい出てくる。それでも、今の相当な簡単コードアレンジバージョンになってます。つまりこのね、エブリスイングという曲は、ちょっとね、難易度は相当高いですね。まず歌が難しいっていうのと、コードもいっぱい出てくるんですよ。このかっこいいコードが。そして、こっからもちろんかっこいい版の解説に入っていくんですけど、いつもこのタイミングでもう一回念押しをさせていただくのは、今の4つ弾きで歌をしっかり歌う。これですね。これね、やっぱり歌のレベルがすごく高いんで、リズムと、タイミングとリズムとメロディー。これも三位一体をある程度持っていかないと、かっこいいバージョンでリズム弾いた時にガチャッと合わさらないんでね。まずは歌の確認しっかり聞き込んで歌って練習してください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはね、コード、かっこいいコードいくつも追加なんですよ。で、じゃあどんどん説明していきます。まずは F メジャー7。これはね、大文字の M はメジャーってことになってます。F メジャー7。押さえる場所は、5フレット。3弦と4弦の5フレットです。ここなんですよ。ちょっと遠いでしょ？ここの距離が結構演奏中にね、距離を感じますからね。こんな風に押さえるのもおすすめです。この人差し指を使わないのが結構な、おすすめで、次、どっかに戻るときに、この分ちょっと得した感じがするんですよ。ここでやるとすごくいっぱい動く感じがしちゃうんで、こうやって押さえるのもおすすめですけど、まあもちろんこれでもいいですけどね。はい。F メジャー7使っていきます。じゃあ次のコードは、F マイナー。これはね、ちょこちょこ出てくる初心者の突っかかりコード。こう、押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所。教科書通りに押さえるとこんな風なイメージになります。こんな風。はい。この F マイナー。はい。ガズの場合は、ここの部分を親指でギュッと押さえちゃいます。これでもいいですよ。こうでもどっちでも楽な方でいいと思います。はい。親指で押さえる方は手首をグッと上に、人差し指で押さえる方はグッと逆に下に、みたいなコツになります。はい。次、ドン。C の
AUG と書いて C、オーギュメントと言います。これはね、サビの前に一回伸ばすというところで、渋い響きなんですよ。これ押さえる場所は、ここ C のところと4弦の1フレット。これですね。これインパクトあります。これで、ちょっと動画の、これからやるデモ演奏で、あ、ここでかっていうので、ね、ちょっと探してみてください。これ効果絶大です。不思議な響き。はい、あと次。今回、このコードはね、難しいかもしれない。はい。G シャープメジャー7ですね。押さえる場所確認しましょう。ここと、ここと、ここと、ここなんですよ。すごくない？これはですね、ガズの押さえ方としては、ここ3つをこういう風に薬指で押さえて、ここ、ちょいと押さえる。こんな感じ。で、ここ3つで押さえるときに、親指でこう、こっちから押して、テコの原理でこう、グッグッとこう、親指を押すって感じです、こっちから。親指をグッと押し込んで、こっちに当て込む。こういう力を入れてますね。グッとこういう感じ。親指と押して、こう、テコの原理を使って、そしてここちょい。はい。これ G シャープメジャー7ですね。はい。次ももう一個、ちょっと見慣れないコード。G マイナー6というコードです。これはね、C7 を押さえてください。まず。C7 と、ここなんですよ。これだから結構簡単で、F の形のまま1個下げるって覚えておくといいかもしれないですね。これがサビの中でこれ結構いい響きなんですよ。Your everything, your everything. この次。この響き。この。これがいいですね。Gm6。このコードを追加して、表現。この歌の表現はね、もう、コードの響きももっとね、いろんなコード入ってますけど、これでも簡単アレンジなんですよ。はい。やっていきましょう。はい、じゃあ弾き方ですけど、これはもちろん、これはもうやっぱり、なんていうか、ソウルフルで、R&B で、まさにこう R&B というか、こう、かっこいいやつで、ドン。16ビートと16ビートのチャ。で、場所でガズペジオもちょっと取り入れてみようと思います。16ビートのチャというのは、こんな感じ。しかもこの曲やっぱりちょっとソウルフル な感じを出したいので、やっぱり跳ねてるリズム、シャッフル、どっかでこう跳ねてる感じがいいと思います。そして16ビートのチャっていうのは、はい、これがね、このゆったりしたラブバラードでの16ビートっていうのがなかなか奥が深い。そしてガズペジオっていうのは、ちょっとピアノっぽいイメージ、こんな感じでやってみようと思います。この3つの弾き方の解説、ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビート、16ビートのチャ、ガズページをそれぞれ濃厚レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、それぞれの動画でしっかり練習してもらいたいんですけど、やっぱりこれね、さっきも言ったんですけど、なかなか難しいリズムになってますんで、ちょっとゆっくり時間をかけて取り組んでいただいて、まずその動画内でも言ってますけど、16ビートの基本は8ビートとなってますんでね、ちょっとこれから初めてやりたいとしたら、8ビートから練習してくるのをおすすめします。このゆったりどっしり早くなんないように、もうガチャガチャしないように、このゆとりがある感じでできるっていうのがキーポイントになると思います。そしたら細かいところどんどん解説していきましょう。まず前半の歌が始まったところは16ビートのリズムで、チャが入んないやつで、ちょっとか優しく弾きたい感じですね。そしてちょっと聞いててください。キメがいきなり入ります。いきます。すれ違う時の中でかっこいいでしょ。チャーって感じで決めよります。もう一回。すれ違う時の中で、あなたとみたいな。F メジャー7から E マイナー7で一回決め。F メジャー7から、チャーですね。F メジャー7から、チャーンは E マイナー7ですけどね。ここね、スチャーって一回入る。ここら辺がね、ちょっとこうキーポイントで難しいですけど、16ビートの中でのシンコペーション的な決めというふうに表現する。もう一回だけ。で違う時の中で、つちゃん、あなたと、こんな感じですね。そして今シンコペーション的な決めと言ったんですけど、このマークが入ってきます。この矢印マークはリズムが前にスコーンと入ってくるシンコペーションというリズムでございます。どこで出てくるかというと、ちょこちょこ出てくるんですけど、インパクトあるのは A メロの後半のところですね。もう一回やりますね。不思議ね、願った奇跡が、何もそばにあるなんて、ストーン。こんな感じですね。ダンスカタポーン、スカタタポン。はい。D マイナーから G7 の前にドーンと矢印がかかる。こんな感じで食い込んでいくのがシンコペーションです。そしてサビでもですね、シンコペーションマーク出てくるんですけれども、ここはですね、なんとガズペジオで奏でるところがあります。そこでやってみると、Your everything, ターン。Your everything. 食い込んでるでしょ。タントンタパーン、タントンタントンタパーン、タン。はい。こんな感じで
ガスペジオの中でやるシンコペーションっていうのも出てくるんで、ここも注意ですね。ということで動画のテロップのところに弾き方とかね、これメッセージがいっぱい詰まってますんで、お見逃しなく。それでさっきも言ったんですけど、ワンブロックにコード4つ入ってくるっていうの結構ありますんで、もう結構ね、ゆったりした曲なんですけど、そこで結構ね、ガチャガチャ慌てちゃうんで、まずは落ち着けて、こう先をちょっと読みながら演奏するのが、いいんじゃないかなというふうに思います。曲の中で不意に入ってくるこの F メジャー7のね、ここの5フレットの距離感が結構ね、うわ、忙しいってなるんですけど、その忙しいとかこうガタガタする感じをね、表現で出さないようにゆったり落ち着いて、もうそれこそプロモーションビデオを見ると雪がこうしんしんと降り積もるみたいな、そんなイメージでゆったり奏でたい、そんな曲だと思います。歌詞も読み込んで心を込めて行ってまいりましょう。ミーシャの Everything。ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3。すれ違う時の中ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいいですね。ちょっとやっぱ難易度は相当高いと思うんですけど、これできるようになるともう最高、気持ちがいいです。なんでまずはこうゆっくりでいいんで、こうリズムとこう言葉のタイミングをこう合わせて奏でていきましょう。もう難しいところはもうそのパートごとね、練習するのもいいと思います。はい、大きい声で歌っていきましょう。
はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの一冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。